ね、本当に美しい世界を、なんか、なんだろう、自分の心が見透かされてるような、なんかそんな気持ちになるよ。ちょっとドキッとするぐらい、なんかすごく美しく純粋なピュアな、なんかそんな映画ですね。印象に残ったシーンは、やっぱり最初に冒頭に出てくるいろんなその街の雑踏だとかっていうのがあるんですけど、やっぱりその問いかけのセリフですかね。私たちはどこから生まれてどこに向かっていくのかっていうその問いに、もうそれがずっと残ってます。そうですね、自分が今住んでる生活してる場所自体がもう里山という、日本の森の中なんですね。やっぱそういう場所なんだろうなっていうのはずっと、15年目なんですけど、里山暮らしをしてるんですけど、あ、きっとここが未来なんだなっていうふうに感じます。必要なことは自分の声を聞くみたいなことかな。いろんなその情報だとか、いろんな声を聞く機会って多分多いと思うんですね。今 SNS もこれだけあって、なんか逆に外から入る音じゃなくて、自分自身の音にもっと耳を傾けられる、なんかそれを教えてくれたような気がします。もうすごい賑やかですね、森の音って。なんだろう、鳥の声もすごい、ものすごい種類がいっぱいあるし、だ実は私は東京で生まれ育って作曲したりしてたんですけど、その里山に行ったら一切音楽を作れなくなったことがあって、なんでだろうと思ったら、やっぱ里山がこれなにも音であふれてるからだったんだっていうのに気づいて、でなんかその音をこう拾うような曲の作り方とか、なんかそういうふうにちょっと自分の中で変化した面もありますね。賑やかです、すごく。もうあらゆる人たち、世代、人種、民族、もういろいろな世界に住んでる全ての人に見てもらえるんですね。ちゃんとやっぱ響いてくれる、そういう作品だと思います。